新品のワイパーに交換したんだ。ルンルン。まずはワイパーが寿命を迎えてないか確認する。交換の用費、新品に交換しただけではいずれビビリが再発する。でもそもそも寿命を迎えているワイパーは何を施してもダメなのだ。拭き取りのムラが残るようならもう寿命の可能性がある。ダメだこりゃ。運転席側もこんな感じなのだ。ということでこのワイパーは両方とも交換しないと意味がないのだ。ワイパー交換。ボッシュ、輸入車用エアロツイン。ぶっちゃけ何でもいいんだけど見た目で選んだ。何でもいいというのはどうせ新品でもいずれはビビることになるからなのだ。ほな、見た目で選ぼうか。ビビリ対策すれば怖いものないっしょ。BMWF30 の型番は A930S、E90、E91、F31 も同じ型番。ちなみに、これは日本入りの英語パッケージ。日本もパッケージよりお得、という裏技なのだ。Y が買った時はこの値段。安くてもさすがにボッシュなのでちゃんとしてるのだ。スリムでワイの好みや。この弾力ならよく拭き取ってくれるでしょう。そしたらワイパーを立てるんだ。そのままワイパーを立てたらボンネットに当たって傷がつくので絶対にダメ。まずエンジンをオフにする。そして右側のステアリングレバーを上に長押し。こんな感じで止まれば OK なのだ。国産車とは異なる方法なので気をつけよう。ベチン、戸ガラスを叩き割らないように下にクッションを敷いておく。ワイパーはいろんなタイプがあるけど、これはバレオの外し方。ボッシュは引っ掛けてはめるだけなのだ。助手席側も同じように交換するのだ。右側のステアリングレバーを押せば元に戻る。バレオは安かったけどビビリ対策したら3年以上も持ったのだ。ビビリ対策。は？モリブデンコート5555。あとは捨ててもいい器と歯ブラシ。捨ててもいいものにしないといけないのは黒い色がこびりついて落ちなくなるからなのだ。モリブデンコートを歯ブラシにつけて塗っていくのだ。
こんな感じでムラなくなっていくのだ。ここからはコメント等で寄せられた質問コーナーなのだ。どれぐらい塗ればいいの？テカテカになるぐらいに塗るけど、厚塗りは厳禁。厚塗りしすぎると茎ムラの原因になるのだ。厚塗りしちゃったらどうすればいいの？削り落とすしかないです。ゴムを傷めるリスクがあるから厚塗りは厳禁ということなのだ。薄塗りを繰り返せばいいの？そうなのだ。それが最も確実性が高く失敗しないやり方なのだ。ちなみに Y は薄塗りを 2,3 回繰り返したらちょうどだった。シリコンスプレーを塗ってる人がいるけど、 Y はおすすめしない。やめとけやめとけ。確かにビビリは解消するかもしれないけど、シリコンでガラスがギラギラになるんや。夜の雨では視認性がすごく落ちるので危険だと思うのだ。やめとけやめとけ。ビビりにくいというベロフやガラコのワイパーにすればいいんじゃない？私もそう思います。でも実際ベロフは7000円ぐらいするし、ビビリを抑制してる原理は同じ。この裏技は全部のワイパーに使えるものだということと、ビビってもまた塗ればすぐ復活できるしという安心感はでかいのだ。モリブデンコートは1本1400円ほど、容量は 330ml もあるので一生使える量なのだ。塗った結果、ビビらなくなったし吹きムラもない。もしビビったとしてもまた施工すればいいだけ。今回紹介したワイパーとモリブデンコートは概要欄にリンク貼っておきます。気になる方はどうぞ。このチャンネルは車の DIY やメンテナンスなどの動画を投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。